どうも、玩具発掘事務所です。今回はですね、明日は中古玩具の動画出すっていう宣伝と、ついでに前やってた部屋の棚の紹介の続きやりたいなと思います。真ん中のね、棚がこんな感じになってるんですけど、袋に入ってるやつは基本的に箱がないやつなんだよね。ここに置いてるのは、まあね、この置き方がね、嫌いな人も、まあ、結構いると思うけど、まあ、何せ置き場がないんだ。置き場がないから仕方がないことなんだよね。箱があるやつもちょくちょくここに置いてあるんだけど、理由としては結構遊ぶ頻度が高いやつらはここにね置いてるんだよね。 V バックルとかね、これ遊ぶ頻度ちょっと高いんで、こっちにはね、こまごまとした各種アイテムだねが置いてあります。ガイアメモリとか大メダルとかいろいろあります。クローズドラゴンとかもね、ここにあるね。前に買ったライダーカード数枚とか、置き場ちょっと考え中なんでね、ここに置いてあります。端っこの方なんだけどね、メッキのロックシードとかメッキ関係のおもちゃをね、基本置いてます。はい、これはね、またちょっと珍しいおもちゃなんですけど、コピーかプレックスのファイズドライバーですね。こっちにはね、結構だいぶ前に買った3つで100円のウィザードリングの、そのうち2つだね。なんか置き場がちょっといまいちないから袋に入れて飾ってるんだよね。戦隊ギアとか、前に買ったコズミックスイッチね、蓋欠品してるやつ。まあ、個別アイテム類とかが結構あるかな。横がこんな感じですね。前見せた上がこんな感じなんですけど、その下にもあるんですよね。ロックシールドとか、キャラデコ限定が2個あったりとか、あとはキャラボイスが入っているクリアパーツ使いの、あの、食玩ロックシードたちですね。それがね、4種類あります。で、オレンジはね、確かどっかにあるんだよね。で、ロックビークルとかね、ここに置いてあります。なぜかここにビルドフォン。こんな感じですね。こういうね、アミアミのやつとか、フックとかはね、ダイソーとかで売ってるんで、おすすめです。滑り止めみたいなやつがついてるやつ。長いやつもあるんだけどね、これが。こっち側なんですけど、こっち側ね、また詳しく、今度の動画で、やりたいと思います。次はね、ここら辺の棚と、で、この下の方もね、今度の動画で見ていきましょう。では、次の動画まで。さらばじゃ。